6日水曜日の全国の天気をお伝えします。天気分布予想を見ていきましょう。朝から北陸や東北の日本海側、湿った空気が流れ込み雨の降る可能性があります。雨のエリアは山陰付近まで広がっていく予想です。午後になっていきますと、北海道や東北など日本海側を中心に晴れのエリアが広がっていきそうです。ただ夕方以降になりますと、風のぶつかり合いによって関東付近は雲が多くなりそうです。関東の西部あたりから雨の降り始めるところが多くなっていきます。にわか雨の可能性がありますので、お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘などをお持ちください。では天気アイコンで確認していきましょう。西日本から東海にかけては広く日差しが届いていきます。穏やかな空続いていきそうです。気温も30度前後まで上がり、まだ高い状況が続いていきそうですね。昼間はカラッとした暑さです。また東日本エリア、関東付近でも次第に雲が多くなり、にわか雨が心配です。甲子園エリア、北陸などの地域では午前中雨が降りやすく、こちらも午後の時間帯にかけて雲が多い状況が続きます。にわか雨の可能性がありますので、油断せずお過ごしください。仙台も曇り一つのアイコンとなっています。北東からの風が流れ込みやすく、雲が広がりすっきりしない天気となりそうです。また朝のうち雲が多く雨の降る可能性もあります。北陸や北海道に関しては次第に日差しが届くところも多くなっていく見込み。気温は前日と同じくらいの予想となっています。暖かい服装でお過ごしください。全国の天気をお伝えしました。この後も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。